我はお腹が空いた。ねえ、はい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 、何が食べたいんだい。一体何が食べたいんだい。ですね、うん、僕はうどんが食べたいです。逆か。なんで。はい、よいくん渾身や、最近行ってない。この中じゃあ、俺、カツ丼で。カツ丼珍しいな。確かに、絶対。大地さんは俺渾身や。助けずに、絶対助けずに。しかも、年上2人ですからね。まあ、2票ずつ持ってますから。元々2票持ってる。僕ら、そもそも抗えない。年上最高。ラーメン美味しかったですね。美味しかった。ちょっと甘いもん食べたくない？塩辛い。とあるケーキ屋さん、プリンが置いてあるんですけど、めちゃくちゃうまいんですよ。これです、これ半熟プリン。これめっちゃうまいんですよ。やばいですよ、これ魔法のケーキ屋さんの魔法の口どけですよ。ちょっと1個買ってみません？1個でいいんですか？1人1個。2リットル。2リットルお前絶対食えよ、お前。いや、勘弁してください。ちょっと買ってみましょう。はい、いい天気やねー、枯れるくらいに。はい、というわけでプリン買いました。食べましょう、せっかくだから。天気もいいんで外で食べましょう。はい。で、友高が今うんちです。今カラメルソースを出してみて。じゃあどうぞ。いいんですか？はい、いいんですか？食べちゃってください。テレレレ、魔法のプリンですよ、だって。あ、すげえ凝ってる。あ、すごい。これ僕がね、大学1年の時に住んでたところの近くにもあったんですけど、テテレテ、めちゃくちゃ買ってましたね。そんなうめんすか？カラメルがまたいいんすよ、ほら。友達が今これを出しに行ってると。あいつめちゃめちゃ貴重な存在じゃないですか、それ。見て見て、ん、後ろ見てください。あっ、奴が来た。奴が帰ってきた。奴が帰ってきた。カラメルソース出してきた。トイレが開いてませんでした。お前まさか今、お前よく走ってきたな。なんか、わかります、波があるってこと。では、はい、このカラメルソースたっぷりかかったこのプリン、うまそう。いただき、マシマシ。ファンタスティコ、うめえ。うまいでしょこれ。デザートにぴったりだ。ほんと、食後にぴったしなんですよ。食べる？やめとこうかな、今は。じゃあいただきますね。どうぞ。やっぱね、こういうのでちょこちょこ食べるもんね。あ、あーも。あー、やるよ。うん。というわけでですね、はいはい、皆さん、お祭り好きですか？大好きですね。屋台いっぱいありますよね、お祭りと。ね、たこ焼き、かき氷、そう、わたあめとかね。知ってんな、こいつ。機械が置いてありますからね。そうですね。というわけで、今回こちらです。ふーん、ドガーン、ボン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 、わたあめ屋さん。イエーイ。イエーイ。まあ見ての通り、綿菓子が作れる機械なんですよ。なるほど。で、唯一ちょっと面白いなって思ったのが、これなんと、飴玉で作れるんですよ、綿飴。すごい時代になりましたよ。名前がコットンキャンディーメーカーですからね。確かにキャンディー入ってるぐらいですからね。で、もちろん、まあ従来みたいなシュガー、砂糖みたいなだけでも作れるんですけど、一回ちょっと作ってみましょう。おっ。で、なんと我々昨日、試しに作ってみたんですよ。はい、あ、もう使用済みなんですね。使用済みです。で、こんなんなんだ。そう、もうこれだけです。これだけです。で、まあ作り方はまあだってシンプルです。まず、オンにしますと。お、あーあー、やばい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 。あー、あと、しっかりはめてください。そんなに盛り上がります？回っただけで。あ、見てください、ここ、ヒーターで温かくなるんですよ。へー。あ、てか、なんでちょっとあれですよね、あったかくなるまで待たないといけないです。10分ぐらい。めちゃめちゃ待つ。そうなんだよ、待ち。スマブラしましょう。はい。はい、というわけで、ヨイくん、あ、温めが終了しました。まあ、こちら飴で作るということで、
わあ、いい匂いしてる。甘露飴、これを1個取り出してください。マジですか。うわ、懐かしい。これじいちゃんおばあちゃんちっちゃいありますよね、これ。これ、鬼夏芋持ってきましたね。では、はい、甘露飴をカンカン、え、これどうする、これどこ入れるかわかります。なんとこの、あ、違う違う、口じゃない。あ、違う。いいんすか。そんなコロンって入れる、コロンって入れるだけです。本当ですか。はい、爆発しませんか。はい。あー、入れるよ、てつや。あー、あー、カンラーメン、ほら、さ、溶けてる感じわかります。あ、溶けてる。熱で。え、で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 、簡単です。これ持ってください。はい、ちょ、はい、で、オンにすると回ります。そうそう、見てください、見てください。出てきますよ、出てきますよ、もう。あ、あー、怪我、ほら、怪我。あ、痛い。あー、すげー、怪我。あー、出てきた、出てきた。糸巻き巻き、糸巻き巻き、引いて引いて、トントントン。え、てか、もう甘露なくなってません？え、飴。そうなんですよ、飴もうなくなってんだけど、あのでっかいの。え、いつで出すか。もうやめ残し、あとよく出てるか分かんないけど、ほら、負けてるの分かってる。めちゃめちゃすごい量ですよ、1個で。めちゃめちゃドン・キホーテみたいです。あ、もう、もう出ないですね、もう出ないですね。はい、いいっすか。まあ、大体これ1個でこのぐらい作れますと。へぇ、すごくね。ちょっと食べてみて、食べてみてください。いいっすか。感動しますよ、ほんと綿菓子だから。甘露飴の綿菓子。ちゃんと綿菓子でしょ。すごくね。ま、ほんとに下のも、下のも食べて、下のも、うん、なんかふわふわそうですよね。 うん、綿菓子だ。ちゃんと綿菓子でしょ。はい、めっちゃうまい。ほら、すげえぜ。というわけで、ほら、飴だけでもうこんだけ作れるんですよ。時代は進歩した、うん、進歩、進歩。そこで今回、こちらを使ってあることをしたいと思います。ん、まさか。袋、オープン。てれてれてれ、中のもの、カモン。これ分かりますか。スペルトン、スペルトン、スペルトン。はい、飴といったらこちら、チュッパチャップスでございます。イエーイ。というわけで、こちらのチュッパチャップス、なんと一つこれ12個入りなんで120ポイント使用しました。はい。で、こちらをすべてこの綿菓子に入れて、もう巨大なもう綿菓子作ったのかなという。チュッパチャップスの巨大な綿飴作るんですね。誰が今までチュッパチャップスで綿飴作ろうとしましたか。でしょ。はい、ほら、これどうする、砕くっすか。これ砕きますね。なるほどね、棒がついちゃってるんで。すいません、今回いいですか、これ作っちゃっていいですか。じゃあ今日は巨大な綿菓子を作っていきましょう。はい、というわけで全て出し切りました。もうこちらはもうブーン、あーブーン、大変ですよ、ブーンって。じゃあ砕く人と入れる人、あと巻く人、うん、分けましょう。あ、分業ってやつですね。分業です。じゃあ早く砕いてくれて、もう開いてるよ。シフラにも、あー、いいね、いいね、怖っ。あ、そんなもん、そんなもん、いいじゃ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 ん。もう作っていこうか。これ多分ね、一回ずつ止めないといけないから、ギュンブリギュンブリ。じゃあ行くぞ。あ、なるほどなるほど。かたまりのままいけるんですね、うん、そう、このままいける。あ、そうなんだ。ゴー。あ、あ、あ、あれ、あれ、周りにつき始めましたね、いろいろ。あ、え、なんか待ってますよ、これ大丈夫ですか。待って、すっげえ周りが。あれ、あれ、待って、見えるから、見えるから、見えるから、待ってる待ってる、綿が、あ、あ、すごいすごいすごい、量がすごい、来た来た来た、1回の量がすごい。でも間髪入れず、どんどん入れていきましょう。はい、よし、よし、いきます。はい、にじん、ゴー。はい、すぐ来るし、これなんかこれ、なんか待って、これ相当、なんて言うんだろう、これなんですかね、巻きついてくねえんだよな。割り箸とかの方が良かったかな、やっぱ太さなんすかね。太さかな、やっぱ。次、ゴー。うわ、これむずいな。高橋、むずいっすか。一回やってもやっていいっすか。どうぞどうぞ。これちょっとね、むずいっすね、うまく綿にしていくのが。とりあえずくるくるしてればできますよね。屋台の匂いしてきた。あ、うまい、作るの。はい、いい感じっすよ。いい感じだ。どんどんいきましょう。とりあえず全部割った。まあ、こっちは進行形で巻いてるんですけど、とりあえず全部が砕けましたと。はい。で、分かったのが、粉状の方が糸が出やすいと。なので、これをさらに別の袋に入れて、ハンマーでぶち割りますと。はい。この穴に。で、粉を、粉にしたやつをこんなに、この中に入れて作っていくと。はい。はい。じゃあ、ひろくん、粉々にしますか。わかりました。どうやりますか。わかりました。
こんなものになりました。はい、これでさらにやりやすくなったんじゃないでしょうか。やってみます。お願いします。掃除してます。さあす、これやばいね、二人休憩が出るね。いいんじゃないですか、休憩しててください、ね、最初。わかった、交代交代でいきましょう。はい、じゃあゆうくん、5時間休憩しましょう。30分ぐらいで帰ってきてください。許しません。懐かしいものしりとりやろうぜ。懐かしいものしりとり、うん、まあ、一旦やってみます、うん、私、しりとりのリーからね。はい、理科室爪切り。あ、そう、懐かしいがそこ一回入るから。あ、ジャッジが、ジャッジが入る。あ、なるほどね。あ、じゃあ考える隙あるんだ。そう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 。じゃあ、空いた、もう片方がジャッジしよう。夏いで、懐かしいと思ったら夏いって言って。理科室夏い爪切り。懐かしくない。はい、交代。どうっす。です。交代するよ。いいよ。ありがとうございます。おー、いかせてこれから 2回します。はい。よいしょ。わほー、うわー、バイブスぶち上がってる、ぶち上がってる、ぶち上がってる。いいよ。あ、ぶち上がってきてる。いい、いい、いい。あ、いい、いい、いい。交代します？交代します。チェンジ！イエス！あ、すごい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 。やぶてつやうまい？何が違うんだこれ。え、なんで？どう思います、エズさん。まあ、企業秘密です。そう、教えてくれないですね。技術は企業秘密です。同じ企業じゃなかったんだこれ。というわけで、えい、はい、まさかの、もう3時間ぐらい経っちゃった。あら、ならで、まだこんなに残ってる。で、できた綿菓子がほら、こんな感じ。ものすごい量あるっすよ。なんかあの、羊のあの、毛剃ったのみたいな。でも確実にね、上達してきてるっていうね。最初なんかこういう、ほらボソボソだったんだけど、うん、ほら、こことか見て、もう店置ける。まあね、言うてあ、まだもう終わり見えてるんで、うん、頑張るか。頑張りましょう。で、えい、はい、はい、どうぞ、はい、ちょっと時間かかりそうなんで。我がこの中野綿菓子株式会社にも、はい、もう一台製造機を導入しようと思います。あ、なるほど。まあ、簡単に言うと、もう一台買ってきますと。やっぱね、これ結局これ一人か二人でできるんで、あと二人余っちゃうんでね。確かにね、うん、そうやったらね、もう一台やって2倍の効率した方がいいなっていう。確かに。買ってきますわ。です。お願いします。じゃあ、よく買ってきます。お願いします。ガッ、遅っ。大地さんが帰ってきましたね。おい、ゴミども帰ってきたぞ。ゴミども帰ってきたぜ。です。さあ、早速やりますか。はい、ちょっと進んだじゃないですか。え、だいぶやん。割り割り割った。あ、じゃあこれいらない。これはもういらないです。いらない、これ。これいらないです。いや、ほんと？以上、貸してて。バカバカバカ。ほら。2台回っとるで。こっちも行きます。はい。じゃあ先にちょっと大地くんの方行ってきますね。お願いします。先生。え？先にそっちを取るんですね。友達がすまない。こっちも。俺はあっちの方がいい。そんな。行きます。ファーストオンザゲート。ほらほら、綺麗にできる。あ、真理だ。めちゃくちゃ綺麗にできるじゃないですか。これどんどんだんだんと汚れてくるんですよ、今から。さあ、こいつはまだいける。ラストかな、これ。ラストですかね。2回かな。もう1回ぐらいありそうです。入った。来た。そしてまだ入るか。全部入れちゃいますか。入れちゃいましょう。120個あったチュパチャップスが今すべてバター飴と。あー、待って、危ない。バカ多い。入りました。入りました。さあ、こいつが最後の名残惜しいですね。名残惜しいですね。さあ、それではラストミーティングスタート。わあ。先生が始まりましたよ。いいぞ。これ見てください、これアリーナ踊ってるっすよ。あ、
やばバイブスぶち上がってるじゃん、客も。できた、できた、できた、できた。お、来た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 。いいぞー、友達が作ったね。まあ、絡め取る GX。 いいね、いいね。老兵もまだ頑張ってる。老兵、公民館で頑張ってます。視聴席は、おじいちゃん、おばあちゃんが主です。よいしょ、できたー、できました。で、アンコールですね。アンコールで、ありがとうございます。今日終わりました、はい、お疲れ様です。と、最後に特大のが仕上がりましたよ。よし、よし、アンコール分レッツロック。ついに長かった公演も終わってしまいますね。ええやん、ええやん。ツアーが終わったね。しゅ、はーい、ザーす、終了ー、よーし。というわけで、何個できたんだ、どんぐらい。これ100話ですね。うわー、やば。はい、というわけで120個すべて私が成功しました。今バラバラになってるんですけど、これをどうにかして一つの綿菓子にしたいんですよ。うん、何かいい手はありませんか。わしは一個考えたのは、はい、ビニール傘をこうするじゃないですか。で、ここに乗っけると。あ、反対側のバサンにしようにして。そうそうそう、採用、ありがとうございます。よし、じゃあ傘もセッティングできたんで乗っけよう。よし、見栄えあるやつ上にしたいっすよね。そうですね。わりかし心理に気づいたのが早かったのが、大体みんな綺麗だな。そうなんですよ。下に埋まってんのか、肩これとか。アイアンジャベリンなんだけど。アイアンジャベリン。あ、すげえすげえすげえ、いい感じ。うん、あ、見栄えいいっすよ。おー、ほら、ぽい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 。あ、いい、すごい、いい、ほら、ちゃんと棒があって、もっとこうあって、綿菓子がある。いいんじゃないですか。はい、映え映え。完成、こちらが120個チュッパチャップス綿菓子です。よいしょ、めっちゃ綺麗じゃないですか。これは食べたい人いるんじゃないですか。かじりつきます。みんなでかぶりつこう、せっかくだから。ちょっと、こっち側からいけない。じゃあ行っちゃってください、二人。いいですか。いいですよ。行きますね。この辺行きます、せーので。はい、せーの。うまっ。あ、もうチュッパチャップスっすね。マジ、うん、うまい。めちゃめちゃコーラの味する。おお、うん、お、いった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 。ダッシュも食べてみてください。いいっすか。はい、いただきます。うぇい。これが一番寒いだて。うわー、帽子が。あー、帽子が。うまいっす。うん、うまい。美味しい、美味しい。もう大成功やん。しかも超なんかこの甘さがちょうどいい。うん、本当綿菓子。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。これ一回戻そう。とりあえず一回戻そう。やばいやばいやばい。やばい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 。わかるんか、これなくなんないよね。まあ、みんなチョコとか食べてこ。はい。こうやってまとめておくから。はい。すごくね。うちの会社はケータリングみたいのであれだよ。わたあめ。わたあめくん出るんだぜ。というわけでね、はい、こちらのわたがし器、あめ一つあれば、はい、簡単にわたがしができるんで、はい、お子さんがいる方、彼女がいる方、ぜひこれでわたがし作ってみてはいかがでしょうか。120個からどうぞ。うん、チュッパチャップスも売ってるんでね、120個から試してみてください。こうなります。